はい、えー、木野川さんは本当にあの、うん、ゾンビランドサガで、はい、はい、ご一緒して。ね、いえいえ、もう本当にいつも素晴らしいパフォーマンス見せていただいているんですけれども。でも、このなんていうんでしょう、やっぱり一対一で、喋るとなると、うん、何喋ゃんねんというかね。うんうん、いや、でも、本当にそのゾンビの時は、はい、他のみんなもいて喋るじゃないですか。こうやって二人で話すか、らちょっと緊張してますね、うん、私は。 あのー、その旨を、うん、あのホント海でさん経由で <laughs> あのラインでもらいましたよ。あ <laughs> あ、だ <laughs> ラインで来てました。<laughs> はい、<laughs> 木ノ川さんがあの何喋っていいかわからないって言ってますっていや、いやうん、それはまあ確かにそうですよ。いなんか、はい、あのー。 なんか知ってる方は知ってると思うんですけど、ちょっとやっぱ口がちょっと悪くなっちゃったりとか、なんかちょっとやっぱなんか変なことを言ってしまう時があるらしいので、本人はね自覚そうそうだからそう自覚はちょっとあんまないんですけど、なん迷惑をかけてしまうのではないかっていうそれで心配でした。全然いいですよ。そのもう全然全然もし言ってしまったらすいません。先に謝っておきます。でもあの悪気はないので許してください。 口が悪くなるっていう表現も珍しいです、ね。ああ、そうですか。はい、おい、飲まないんですかね。みんな普段、普段喋ってる言葉遣い,てい,いや。言葉遣いの悪くなり方っていうのが、どれぐらいかもあるじゃないですか。あの、やっぱ下町生まれだから、わかんないんですけど、すごいやっぱ。はい うん、悪くなります、ね、<laughs> だから今日もしかしたら最後まで出ないかもしれない <laughs>、うん、あそうですね。ね、まあ、お仕事だから多分大丈夫だと思うんですけど、はい、あの本当に楽しくなってきちゃうと、はい、たまに出てしまう時があるので。はい、あいやでもむしろじゃあ出てくれたら僕は <laughs>、はい 楽しんでくれてんだと思います,、ね、すちょっとそれはちょっと期待しながら <laughs> 私は気をつけながらいいそうだから、あのー、初めてお会いしたのがいつぐらいになるんだろうと思って 3>,、うん、3年アニメゾンビのアニメが3年くらい、うん、?3 年ですよね2018年10月ぐらいだったのでちょうど丸3年じゃないですかだから多分その時ですよね多分終わってあのー フランシュ全員で登壇した2月のイベントの,、MC はい、の三石さんもいらっしゃったそうですそうですそん時かなと思ってて確かにそうかもしれないですね、うん、そしたらもう2年半前ぐらいですけどはいあの私があの番組名を間違えた <laughs> 覚えてますそうですそうです本土楓さ,さんとやってる本土上陸作戦っていう番組があったんですけど <laughs> あの。<laughs> あれどういう流れだったかな楽屋にいろいろね机とか椅子があってで多分僕が本土さんの蓮迎えかなんか本土さん以外本当に喋ったことないメンバーでした。んですねで本土さんと喋ってたら本当に絹川さんが来て「あれあれあれ?」みたいなんイメージイメージですよイメージちょっとちょっと本土ちゃんこっち座ってみてよって言ってその。 本土上陸作戦ってこの、こうやってね。ああ、そうですね。言ったかも。ちょっとこっちに座ってみてよって、その画角の座り方にして、ああって、なんか見たことあるみたいな。それは、あなたがそうしたからやると思ったんですけど。はい。そう。で、え、いや、わあってなって、本土さんがどっか行った時に、木野川さんが、いや、もういつも見てますよ、あの、陸上部って言われて。<laughs> いや上陸作戦です <laughs> だから最初、は,い、はみたいな顔されて、え、私、変なこと言っちゃったかなって,思って、え、だからあの陸上部ですよねみたいな、上陸部ですかですみたいな、そうです。そうですそうです めっちゃ私、滑っちゃいましたね、僕はどういうことだろうと思っただけですめっちゃポカーンとされちゃったんで、なんかすっごい怒らせちゃったかって、<laughs> まあ、私はあのすごい人見知りなので、<laughs> で私の中ではすごく勇気を出して話しかけたつもりだったんですけど <laughs>、見てますっていう、なんかもう本当、ファン目線くらいの感じで、はい、あの、ドキどきしながら行った瞬間に。はいはいはい みたいな顔されたからええー、ごめんなさい。違う違う違ういやあのもうそれはわかんない。<laughs> ないやっぱ陸上部って言われたらわからないです。なんで陸上部って思ったんですかね。<laughs> いやいや本当にでもありがたいです。<や>ね、本当ですかいやでも前か面白くもう楽しく笑いながら聞かせてもらってます。いやほんまだからこそですよ付き合い長いからこそ、うんうん、そのね。 まだ喋っったここととないこともいっぱいもぱありますしだから木野川さんがその下町出身ってこともやっぱ今さっき僕も知りましたし、うんうんうん、あ,あんまり確かにあの私があんま、ね、こういう顔出しのお仕事をあんまりしたことがないし、はい、あと SNS とかもい一切やってないのであでも確かに SNS やってないですね、うん、何もやってないんですよはい、はい、なので多分ファンの方も私のことよく分かってない方が多分多いと思います。<laughs> まま <laughs> どうなんですか SNS ってやりたいとかそういう欲求はないんですかうんどっちでもいいかなとは思ってるんですけど私、機械が本当にいじれなくて携帯も電話とメール、はい、というか、まあ、LINE 以外、はい、あんまり使わないのでアプリとかはもう全然アプリとかもそんなにやらない<ー>なんかやってもテトリスとか,なんかそういうソリティアとか<や> <laughs> そういう感じのそれも <laughs> <laughs> パソコンとかで暇つばしてやるようなゲームですよ。<laughs> 本当そういうのしかやらないので なんかブラウ、なんかアイクラウドがどうだ、なんかここに移すみたいな、なんか容量がとか、なんか全くわからないので。あの、な、得体の知れの雲みたいな。あ、そう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 、意味わかんないので、で、毎回すぐ容量オーバーになって、なんか毎回そのショップに行って。なんか、いや、ここにアイクラウ、え、なんだろう、なんかどっかに移す、ありますよね。いや多分アイクラウド。アイクラウドであってますか、なんか、で、なんか説明を受けるんですけど。 なんかそれの見方もわからないし見方なんかその送り方なんか教えてもらった瞬間はわかるんですけどはい、はい、もう家帰ったらわかんなくなっちゃいますそうかその記憶もアイクラウドに送ってる <laughs> そうそうたぶんね <laughs> うまたいうまー <laughs> <laughs> やったやったこれ <laughs> 本当にわかんないんですよ<ー>携帯の夜は毎回パンパンになります。 <laughs> あじゃあもう容量がもうそもそも少ないんじゃないですか少ないです。多分ね、電話と LINE だけでそんなパンパンにはならないでしょう。そうだからもう写真とかもだから過去の携帯からこうやって写したりしたらもう,<ー>もう新しい写真なんて撮れないんで。<laughs> その携帯その携帯で毎回だから写。いや、写真のあれが。<laughs> いや、ただ写真を移行させてるだけじゃないですか。撮れるでしょ、それ。か分かんないんですよ、本当に。<ー>なので、SNS <で>とかやっても、はい な,るほどなんか投稿する内容、特に私、本当に、うん、あの無趣味人間なので、書くことがないから、たぶ見てても楽しいのかなって、ちょっとちなみにですけど、<laughs> はい、他の人の SNS とか、見たりはすするんですかあたまに見て、あ見てあ面白いな、面白いこと書いてんなとか、こういうとこ行ったんだとか。はいはい あの、だから、もう個人的に楽しんではいるんですけど、うん、私の見たい人がいるかな。っていや、それはいるでしょう。本当に素朴な生活を送っているので。なんか、カフェ行って、こ、なんか、撮りましたとか。自撮りで,、ねで。ない、ない、ない、ない。ない、で <laughs> まず自撮りなんかしないので。<ー>写真。 あれがもう全部自分ちの実家で飼っていた犬の茶色い犬なんですけど写真フォルダパ開いたら全部茶色だいぶアップで全部茶色で人間がまず映っていないか景色を撮ろうとかもないのでここいいね写真撮ろうっていう発想にならなくてライブとかやってもやっぱ記念にみんなで撮ろうってなってもその発想がないからすぐ着替えちゃったりして。 野<あ>田さん,撮,んだ撮りましょうよみたいな時はもうほとんど脱いでて「待ってください今来ます」みたいなええあそうなんですかが多い多いですよね、えー、そうすマネージャーさんに確認しないといない <laughs> めちゃくちゃ深くうなずきましたけど、ね、むしろマネージャーさんに「あの多分この後写真撮りますよ」ってさっき言わ,言われるぐらい言われるくらいもう本当にうもう写真撮ろうの気持ちにならないだから本当にもう、ね、結構 SNS 好きな人からすればもう、うんうん さあこれ、えー、終わって写真撮ってんのこの写真撮ってが校庭に組まれてるという人が多いと思うんですけどだから本当にツイートすることがない <laughs> <ら>えでも何でもいいじゃないですかその何ですか、うん、その、えー、リハーサルなうみたいなとかでもいいし<ー>今日はここお仕事みたいなそんな。 こと楽しいですか。<laughs> いやいや違う違う。あ、そいやいや。楽しいですよ。それに対して、やっぱわ<ー>かんないですけど、うん、ファンの方々。ね、うん、頑張ってとか、いろんなリプも飛ぶでしょうよ。そうなんですか。うん <laughs> やらせてもらえるんだったら、うん、まあ全然あのやらせてもらいたい気持ちもあるしファンとの交流が私はやっぱないので、うん、やっぱそういうところで少しでもあのこういうふうに思ってもらえてるんだとか、うん、やっぱ応援ってファンレターとか頂い,いた時とかすごい本当に励みになるので、うん、そういうのがあの気軽にじゃないですけど、うん、いただけたりするならもっともっと頑張れるのかなとも思,、はい、思う反面。 <laughs> 本当にくだらないことばっかツイートしちゃって大丈夫なのかなっていう、うん、難しいところですよね、うん。そうなんですよまあね案外やってみたらっていうのはありますけどそうで,す、ね、でもその多分鬼怒川さんの持ってる責任感からしてその、うん、これぐらいのことを発信するのはありなのかなしなのかっていうことですよね。うんうん、あそうなんですよ、はい なんかこの映画見てこう思ったとかいやお前の感想どうでもいいわとか思われたりとか思わないかな思わないですよ思わないですよそんなんねいやまあ別にねこのツイッター論議するつもりはあんまないんですけどでも要はキヌさんの好きな人がキヌさんをフォローするっていうよまあそうですよね好きな人しか見ないような媒体じゃないですかうんどういう どうなんですかね <laughs>。そんなに無趣味なんですか。<laughs> うん、なんか、まあ、趣味はあるはあるんですけど。はい、その散歩とか。そういう <laughs>。あ、いいですね。あの、なんか、だ、公園のベンチでぼうっとしてるとか。本当そんな感じ。ですね。<ー>だから、まあ、趣味は趣味だ。うん、散歩は一時間くらいとか。二時,時間。二時間。とか、結構だ、歩くのは大好きなので。うんうん まあ趣味っちゃ趣味なんですけど、なんか、だからその、趣味何って聞かれてなんか答えられるような。うん、難しいですね。そう、趣味はあんまないんですよね。確かに、趣味、散歩です。 みたいな、あそうなんだみたいな、結構流されることが多いので、あんまり難しいですね昔はテレビゲームとかが大好きで、ほとんど引きこもりみたいな感じだったんですけど、今はちょっとやっぱ、年取ったからですかね、なんかあんま長時間できないんですよね、疲れちゃって、なんかゲームは好きは好きですけど、でも最近はやっぱ散歩とか、温泉とかに。ちょっっとてください え、下町育ちで、口が悪くなるかもしれなくて、趣味が散歩と温泉で、もう機械に弱いんですか。もう、あの九十歳。それだけ聞くと。本当そうなんですよ。もう結構な人に言われますね。で、なんか最近、あの。えっと、専門学校時代の先生が、なんか山で土地を買ったらしくて。なんかよくわかんないんですけど。なんか、そこで古民家があるので、なんかそこを自分たちで。 修復したりとか、そう、なんか畑を作ったりとかしてるので、遊びにおいで、うん、みたいなことを言ってもらえたので、最近たまに遊びに行くようになったんですけど。なんか、だかそれが新たな趣味になったかなみたいな感じですかね。畑仕事とか <laughs>。<laughs> いや、ちょっと待ってください。この、このラインナップに畑仕事参戦はもう激アツスマブラでしたね。<laughs> <って> <laughs> 激アツだな。いや、でも、なんか、やっぱ。 あのやっぱ都会生まれなのですごいや自然に憧れもあったのでなるほどすごいやっぱ環境が違うのですごい楽しくてで畑こうクワを持ってとかなんてやったこともないしコンクリートをなんかこうやって自分たちで固めてやったりとか生コンからですかそうなんですよとかもやったことがなかったので未体験のことがすごい多いのでめちゃめちゃ楽しいです今はそれはでもいいかもですねでまあそういう作業を終えてなんかじゃ バーーベキューとかもあったりするでしょうしそれは今一度もさせてもらってないです分私がちゃんと働くからなんでしょうけど、はい、あのみんな結構サボりがちなんですけどはい、はい、やるよって言ってすぐ作業やっちゃうのであんまり遊ぶ時間ない。一 <laughs> 人だけみんなもう12年くらいやってるので多分飽きたじゃないですけど慣れて,<の>なれてきてるっていうのもあって。はいはい なんかちょっと適度に休憩取るんですけどうん、うん、も私は楽しくてしょうがないから、ね、早くやりたくてしょうがないので、はい、もう休憩なんかしてないでやるよって言って <laughs> やらせちゃうのでだあんまりそういう遊びは今のところはなるほどじゃな,ないですね。じゃあもうはまったらとことんまでぐらいの感じですかそうですね本当にそうです、うん、さっきのねゲームの話もそうだしはまったらもうずっとそれそれそれになっちゃいます。へーいや本当みんなが、うん みんな動物の森とかでややっっててるようなことを <laughs> そうそうリアルますねいやでもいいすよ、まあ、ですね、体を動かすのお好きなんですかあなあ、最近それを気づきました、私好きなんだってことを、なんかだゲームを今までやってたから、はい、勝手にネクラインケアとか、なんか勝手に思ってたんですけど、うんうん、そんなことなかったですね、なんか今、思い返してみると、子どものところからずっと外で走り回ってたなと、うん、あなんか、サッカーしてたな、野球してたなとか、なんかそういうのが、えー。 思い返してみるとあるのでなんだかんだアクティブだったらしいですうん、うん、最近気づきました。まあでもそうですよね、散歩と畑仕事好きな人で <laughs> ねえ陰キャなんて絶対いないと思ってますからあ、それがなんか趣味になるといいですね、それこそ、うん、あのレンタル菜園とかも多分都内にあったりするじゃないですか。ーうん、かガーデニングとかもすごいやりたいなって最近、自分のベランダとかでやりたいなって思うようになりましたね、山行ってから。 ガーデニングなんてもう SNS の、うん、もう投稿ですよ。そうなんですか、はいあ。この目が出たとか、ああつぼみがみたいな。はい 楽しい。<laughs> 違う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 他人の他人のやつを見ていや他人のやつを見て楽しい人もいますって。あそうなんですか。なそれこそおじいちゃんおばあちゃんとかが見てくれるのかな、はい。おじいちゃんおばあちゃんが犬川 <laughs> さんの SNS であよかったいい肥料じゃねえとかなります。<laughs> でもなんかファンレターとかが、はい、そのすごいありがたいんですけどはい、はい、なんか筆ペンとかで書いたようなこの。 これ <laughs> そういうのが多いんですよ私そうなんだ <laughs> あの結構あの年の行かれた方からのファンレターが多くて10代とか、うん、そういう方20代とかあんまりいないんですよ。そうなんですかかも,もしかしたらだからそういう方がファンになってくれてるのかだから多分その,あの木野川さんのスペックを多分見抜かれる。 なんだ、なですかね。まあ、あとはその夕り夕霧さん。そうですね。夕りさんは本当に一番思い入れがありますから、私の中でも。なんかたまに自然と降臨してくれる時があります。夕りさんが私の中に。え、どういう瞬間でですか。なんか、だから、そのちゃんとしなきゃいけないっていう時とか、まあ、もちろんライブの時もそうなんですけど。なんか汗てんぱったりとかすると、なんか自然とスッと降りてきて、なんか。 あ、夕霧さんのようにやればいいんだみたいに思うとなんか自然と落ち着いたりとかあめちゃくちゃいいじゃないですかそうなんですよ本当にキャラの力を借りてお仕事をしてる時もあるのではいはい、はい、へえあそれってなんかあの何ていうんですかこれからもそうなるわけじゃないですか、うんはい、夕霧さんが落ち着かせてくれるっていう、うん、ありますねめちゃくちゃいいですねめちゃめちゃいいですあと「そうま娘」っていうのにも私は出させていただいてるんですけど、はい 馬のライブが8月にあった時に、はい、あの時ももう、まあ、やっぱ緊張しなんでもう本当に吐きそうになるほど緊張したんですけど私がやってるキャラが成田ブライアンってキャラなんですが、はい、あの子だったら緊張しないなとかむしろ堂々と、うん、潔くやるなって思った瞬間もすっとなってやっぱ夕霧さんとはまた違う感覚で。 私の中では、はい、うままくいけたと思ってますそれは多分何に近いんで多分ょうん、私は憑依だと思ってます。はい、もう自分の中ではもう勝手に顔つきも,もうああいう感じになって夕霧さんだったらちょっとうっとりじゃないで、はい、にっこりしてる感じとかブライアンだったらちょっとキリッとした顔つきってうん、うん、もう自分の中ではそうなってるつもりでやってるのではい、はい、多分憑依なのかなって思ってます。 ってことはもうやればやるほどいろんな現場で強くなるってことですもんね。ですかね、だまあ、そうだと嬉しいですね。これから先、めちゃくちゃドジで緊張する役さえしなければいや、本当に、<laughs> もう本当にそのキャラ来たら終わりですね。<laughs> 逆にある意味、演じなくて済みますけど。<laughs> <laughs> そうか、逆にぴったりそ <laughs> 寄り添えるっていうような。い <laughs> <laughs> まあ現場の方々にはちょっとご迷惑おかけはすると思うんですけれども、やりやすいかもしれないですね。 緊張シーンなんですか。めちゃめちゃ緊張します。本当にあの前日だいたい眠れないので、だいたいだ今日も眠れてないです。そう何に緊張することがあるんですか。<laughs> ええー、お仕事だから。<laughs> <laughs> めちゃくちゃその通りですね。でその、はい、なんだろうえっ、ー、とアニメの収録とかうん、うん、そういうのはまあある意味ちゃんと寝ていけるんですけど、うん、やっぱ顔出しとか。 だとなんかすごくやっぱ緊張しちゃいますね。ライブでもこういう収録でも一緒ってことですか。ライブは特にいいです。まあ今日今日はね向井さんだから、はい、あのまあ緊張はしてるんですけどそこまでねなんか程よい緊張なんですけどうん、うん、ライブとかはも本当におえつがうえってなっちゃうくらい緊張しちゃいますね。はい、いやでもねこれやっぱでも緊張しててそれこそその、うんえー、あれどこのライブだったっけあの。どうですか あの佐賀事変から入る。あ、この前の、どこでしたっけ。ライブですよね。多分、そうでしたね。僕も、その、あの、いけずの配信で見させて。やっぱりね、その、佐賀事変から始まった時の。あの、鬼怒川さんを見ると。いや、これは緊張、めちゃくちゃ楽しむタイプの人だなって、俺、配信見ながら大声で言ってました。大声で、言ってまああ、配信楽しむタイプの人だと。あの時は、なんかもう、何回も言ってますけど、私、記憶がないんですよ、あの時の。 一曲まるまる記憶がなくていやもう怖いですよねだからそれこそ本当憑依してもらじ完全に夕霧となって出てきてるっていうそうなんですよなんか見返してもその DVD とかをもう本当他人事のように思えてしまって本当に私これやったのかって思っちゃうくらい本当に記憶がなくてそれくらいもうプツンって飛んじゃいましたお客さんが見えた瞬間ピュンって飛んちゃいました それもでもすごいですね。でもそこでミスってないのがやっぱ、ね、それほどやっぱいゾンビはやっぱすごい練習をするのでう多分もう体が覚えててくれたんだなってな練習してよかったって思いましたね確かにね。やっぱ練習してない不安が緊張を呼ぶってないですかあ,ありますね。ねありますあります。はい、準備してなかった時の罪悪感と不安感がもう半端ない そうなんですよ。なんかお客さんに対する罪悪感でしょ。そう,そうなんですよ。なんかすごい多分、はい、皆さんは楽しみに来てくれてるんだな、うん、いいパフォーマンスを見せなきゃみたいに思うともうどん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 ,どん上がってしまって、はい、うえーってなってしまう。もう相手もちょっと <laughs> うえーって言ってますけど。<laughs> <laughs> でもなんか最初、一番最初のライブの頃は、はい、きぬちゃん大丈夫ってみんなすごい心配してくれてたんですけど、うん、今もうスルーです。も <laughs> んか、もう見慣れた光景みたいな感じで、<laughs> あ、大丈夫、いつものことだからって、私が言わないで、もう他の子、子がえ。なんか、きぬさん、大丈夫ですかね。はい、あ、いつものことですよみたいな、もう他の方が止めます。あ、そうなんだって、それを聞いた瞬間に、私は、私っていつもそうなんだって。こう、うってなりながら、思ってました <laughs>。めちゃくちゃえずいてますよ。<laughs> いや、でも、多分ん、そのめ。 メンバーも、うん、まあいつもこれ始まる前はこうだけど、うんうん、始まった時のパフォーマンスを知ってるからじゃないですかあそうなんですかねうもうまあ、でもそう言ってもらえてるので、まあ、それはすごくありがたいですけど、うん、でもやっぱみんなが本当に支えてくれてるからっていうのはありますねだこれでソロ曲なんか出たらもう無理です 無理、絶対無理、ソロ曲出さないでほしい。いや、絶対無理。それ、わかんないですよ。<laughs> 出ることも全然あるでしょうし。もうせめて後ろで踊っててほしい。もう本当にあの仲間がいないと、無理ですね。うん、一人で生きていけないです。私。<laughs> そうですか。今のなんかライフスタイルとか、<ー>その、<あ>なんていうんですか。考え方的に言うと、なんかすごく一人でもしっかりできそうな感じ。難しいです。お仕事は絶対一人じゃ無理なんですけど。はい。 プライベートは超一人がいいです。そうなんだ。そうですね。確かにそこはすごい分かれてるかもしれないですね。はい、できるだけ一人でいたいです。プライベートは。<laughs> 例えば <laughs>、はい、ラジオで一人ラジオとか一、はいうん、人ラジオってやられたことってあります？ないです。そのオファーがもし来たら大丈夫ですかって聞きます。<laughs> <laughs> いいんですか？一人ですけど。いい おしゃべり自体、私はお話しするのは大好きなので、うんうん、しゃべることは大丈夫だと思うんですけど、うん、その内容とか大丈夫ですかって思っちゃいます、ね。<laughs> いや、むしろなんか一人しゃべり向いてそうな気すらしますけどね。ね <laughs> 本当ですか。そうらしいです。よや、そうらしいなんか本当に絹川さんのマイペースな部分を、なんかしっかり聞きたいみたいなのもありますけどね。<laughs> うん、あ、でも、やっぱたまに爆弾投下しちゃう時があるみたいなんで、やっぱ怖いんじゃないですかね。<の> <laughs> いや、さっきから口が悪い。 とか爆弾とか何があったんですかってな。<laughs> いや私は本当に自覚がそこまでないんですけど、はい、みんな本当に言うんですよ。うん、全員会ったスタッフさん。はい、もうあんまりお会いしたことないようなスタッフさんとかも。うん、そうですよねみたいに言うから。あじゃあもう本当にそういう人たちが言うなら、私はそういう人なんだって思い始めました。どこかで、えー、<う>無意識に爆弾を。はい、やっぱ身内だけじゃない方も言ってるってことは。うん やっぱ私はちょっと危険な方なのかなって思う危険危険分子だと危険分子なのかなって <laughs> <や> <laughs> 思ってそうかな、えー、面白いですねまあまあそれは多分ね多分、えー、いろんな方と携わって関わって出てくる部分なんでしょうけど、うんうんうん、楽しくなっちゃうとやっぱ変なこと言っちゃうみたいなそれはまあいいことじゃないですかでもなんだろう喋ってなくても笑われることは あります、ね、めちゃくちゃゃく気になることやっぱ基本ゾンビメンバーなんですけど、はい、なんか私が立ってるだけで笑ったりとかこの前なんかなんか、ね、みんなの練習してるところを、うん、私が出,番出ないところ、はい、やっぱ遠くからこうやって見てたらほ、はい、他の子がちらっと私見た瞬間ブワーッて声出して笑い始めて、はい、なんでって思うんですけど、はい、ただ,ただ私の中では見てるだけなんですよ。 理由は知らないです。でも、理由は知らなくて、大爆笑され。て大爆笑されて、ね、きぬちゃんが、きぬちゃんがみたいな、こんで、なんか、こう、みんなにこうやって、伝え、伝え、伝え、で、だんだん、なんか、笑って。それは聞きましょうよ。なんでか。だって、そんな理由、絶対聞くでしょう。いや、きぬちゃんが見てるからみたいな。いや、見てるからって、何みたいな。見方かな。なんなんでしょう。ねなんですかね。はい。仁王立ちはよくでもするんですよ。こう。こう。 こうやってよく見てなんか待ち合わせの時とかもこうやってやったりしてるんですけど珍しいっちゃ珍しいそうですか、はい、でマネージャーにも笑われました、待ち合わせしてる時ときに絹尾さんがなんかなんか漢字の「漢」って書いて,書いて男に見えますみたいな立ち方が凛としてるってことでただお茶飲んでる時とか。とか、はい。 もうなんかうわまたきぬちゃんがみたいな感じでなんかこすこすこすこ笑ってるんですよ。それ何で笑ってるんですか。かわかんない、ね。いや聞きましょうよ。<笑>,笑われてたら聞きましょうよ。そうなんでとは言うけど、はい、いやきぬちゃんはそのままでいいんだよって言って答えを教えてくれないの。ああなるほど。直しようがないんですよね。だ今変なら直したいんですけど。あまあまあ確かに。でも直させてくれないんですよ。いや直しちゃダメだよ。<laughs> でも、直さないとお仕事がもらえないから、バトンしちゃう。かんないわかんない。それで仕事を失うことはないでしょ、別に。そうか。それはね、えらい飲み方が、えらい飲み方が面白いぞ。仕事を削ろうなんてならないでしょ。なんか、基本、笑われます。まあでも、愛されてるんだと思いますけどね。それは、そうですね、愛にはすごく感じるので、すごい嫌な気分にはならないんですけど、でも、なんで笑ってんだろうとは、すごい、いつも思いますね。 それこそなんかプライベートでも遊んでるイメージもありますし、そうですね。あのーうん、今やっぱそのねレッスンとかに。うん 行ったりするので、はいはい、レッスン後に何人かでご飯行ったりとかは結構ありますね。やっぱりそのスケジュールが合わないので、どっかに遊びに行くってことはそうそうないんですけど。でも時間が合えばあのご飯とかは結構行きますね,ね、えっと。もうね。言っても3年の付き合いですしです、ね、こんなに仲良くなった人は初めてかもしれないです。あ,あ、本当ですか、はい？プライベートでも。あ あの一人を守りたい鬼怒川さんが。プライベートでも。<laughs> やっぱ友達いないので、はい、本当になかやっとできた友達って感じが。<laughs> すごいさらっと友達いないって言ったな <laughs>。<laughs> 友達はいないですね。でもその、なんていうんですか。いや、どう考えたって、鬼怒川さんが思えば作れるはずだと思うんですよ。はい、<き>そうですか。今日の感じとか。えー。そうですか、はい。多分めちゃくちゃ愛されるタイプの。方だと思うんですけど。やっぱりその。 あと人見知りっていうのがすごいあるので私が、うん、多分私は結構何されても基本 OK なんですけど私が何かしちゃうんじゃないかっていうのをすごい気にしちゃってすごいこう打ち解けるのにすごい時間がかかっちゃうので<ー>やっぱ初見で会った人と仲良くなるってことはあんまりないかもしれないですね、うん、やっぱ何回かあって逆にあれですかグイグイちょっと LINE 教えてよぐらいの方がいい それは違う人によりけりあ人によりけりですねいますからねそのめちゃくちゃグイグイ来るやんっていう人はいや僕もねそんなあのめちゃくちゃ人見知りかって言われたらわかんないですけど人見知りの方だと思うんですけどやっぱりそのグイグイ聞いてきてまあでもまあ人によりけりですけどでもまあでもそっちの方がありがたいですかね私から 連絡先をっていうのは一度も言ったことがないので一度も一度もないです。交換してもいいですかとか一度もないので、えー、いいなんかあ交換したいなってふわって思ってもやっぱ言えないのでそうかそうだからまあある意味そうやって言ってくれた方がうん、うん、まあ,まあ、ね、そのいいっちゃいいかもしれないですねうんうん、うん、難しいですねでも交換したいけどできないっていう,そう,そう自分 自分がもう難しいやつだなって、本当思いますね。はいはい、まあ、でも、その気持ちもめちゃくちゃわか,かります。はい、僕もライン交換しましょうよ。マジで役者さんには一度も言ったことないです、ね。ああ<ー>、はい、素晴らしい。はい、素晴らしい。素晴らしい。いや、ですよね。まあ、難しいですね。確かにね。なんかね、聞いていいのか、ちょっとわからないですよね。うん、役者さんとかには。はい、そうですよね。うん、あと、なんか交換した時の。 なんか、え、アイコンとかでなんかどう思われるんだろうみたいな。おとなしそうな人がね、ガンガンなんかクラブでなんかこうやって回してるところアイコンみたいなのだちょっと引くんですよ。まあ、あとなんか名前がその、全然違う。名前とか、え、誰みたいになったりとか。あとで忘れるんですよ。そう、忘れちゃう。探すときに、検索、名前検索しても出てこない。出てこないんですよ。あれ登録してなかったっけとかも。 英語にされたりとかするとなんで LINE 英語にしてんねんってすごい思っちゃうあれねでもあれらしいですよあの変えれるんですよねなの相手の名前を自分の分かりやすい名前に変えることができるんですそ僕もねそれね ついこの間知ったところなんですよ。あ,あ、それならあああ自分は英語の表記だけどこっちがそう見たくないって思ったら変えられる。そう例えば僕がねあの下の名前成、うん、太郎って言うんですけど、英語で成太郎って書いてるとしますよ。<laughs> それがね LINE の名前だとしたらはいそれを木之川さんが あれ向井さんなんだっけなった時にもう聖太郎の部分を向井に変えてけるんです難しくないですかね大丈夫ですかすぐ変えられますかねすぐ変えれると僕は踏んでますよ。僕もまだやってはないんですあと試してみよう大丈夫かいやでもまあねそういうふうにまあ人見知り難しいですよねあと一人が好きだけど なんかワイワイもしたいってそうなんですよワワイワイしたいけど長時間だと疲れちゃうみたいなだ、はい、かちょっと一瞬あの1分でいいから一回1人の時間欲しいみたいなちょっと一回ふーってなってもう一回騒ぎたいみたいな二、はい、<laughs> 2時間2時間5分2時間みたいな <laughs> あそうなんかゾンビのメンバーと前にあのディズニーランドに 遊びに行きまた、はい、があるんですけど、本当に楽しいし、誰一人としてなんか、イラッとする瞬間になんて、うん、本当に一切ないんですけど、はい、やっぱり一回、一人になりたいから、うん、みんながお土産選んでる最中にちょっと外で、ベンチに座ってす <laughs> いやもう、座禅みたいな動きしてるじゃないですか、<laughs> ちょっと雨降ってたんですけど、はい、でもちょっと一回、やっぱもう、一人になりたい気持ちが強すぎて、うん、雨降っててでも、ちょっとベ,ベンチに座ってこい。<laughs> やなんでだよ。<laughs> でもわかります。一回なんかリセットしたい。一 <laughs> 回,回リセットしたい、うん。なんでしょうね。そういう精神的なものの回復にもなるでしょうし、ねな。なんですか。でも一回それ本当に一分でも挟むだけで全然もう元気の度合いが違いますね、うんうん。多分あれなんでしょうね。そういう風になんか楽しいけれども、うん、その時の体力消費が多分結構激しいんだと思います、ね、本当にそう。本当にそのなんか楽しむ時は全力で楽しんじゃうので。うん なんか、微笑があんまりできなくて、ふん、みたいなことがあんまりできなくて、もう笑うときは笑う、みたいな感じなので、はい、多分エネルギー消費は本当に激しいと、うん。多分あれでしょう、あの、さっきまではしゃいでた子供もう寝てるやんのパターンだと思うん。あ、本当そうです。でも、はい、もうなんか、すぐ顔になれます、はい、私は。<laughs> <laughs> すぐ顔になる。<laughs> 本当にすぐ顔になる。体力ゼロになんたピアノ。 なるほど本当にすぐなれますああでもそういうことなんでしょうね多分ね今、うん、解明できました話して <laughs> 話して解明できましたでもこれって結構人に何か説明しづらいですよね <laughs> そうなんですよ なんかえごめんなんか怒らせたとか思わせた、うん、いや本当に違う本当に楽しいのただ本当一瞬っていうだけなんだけど、うん、なんかそれをあんま伝えてもいやきっと気遣ってそう言ってくれてんだなとか相手も思って、うん、いやちゃうねん本当にこの気持ちどうやって、うん、あごめんなさいどうやってねっつっていいんですよピンマイクに当たらないでくださいっていうね説明あったけど <laughs> 騒いちゃったって <laughs>、はい、そうだからねちょっとだ本当はうん。 一人になりたいけど来てくれたらまあ嬉しいかないうん、うん、これはねいやどっちやねんっていう人も多いでしょうけどめちゃくちゃわかりますかね、うん、分かってくれます、はい、そこねそうなんですよそれとはちょっとちゃうねんなっていうのはね<う>ありますかと言ってうえーみたいに来られるといや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 そうそれはそれはちょっと違うみたいなもっとちゃんと適切な距離で詰めてきてよっていうねなんか一気にぐって来られると確かに怖い わ怖いわちゃんと挨拶してからちょっとずつこうやって <laughs> 歩み寄っていくそうです、ね、方がいいですね。それが一番いいですまあでもいいじゃないですかやっぱりね人も好きでやっぱ自分の時間もね、うんうん、ちゃんと確保しながらってことじゃないですかね、うんはい、いいですね。 えー、ゲストの木野川さんいかがだったでしょうか、はい、いや楽しかったですよかったなんかちょっと私のことばっか話してしまったので、はい、私は向井さんのことをもっと知りたかったなっていうのはいや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 ,いや逆に私も質問すればよかったっていう今<あ>反省点がありますなるほど、はい、ちなみに、えー、質問するんだったらどんな質問 大丈ちょっと今考えてなかったけどでも、の向井さんのこともっと知りたいなっていう気持ちが湧いたってだけです。